疲れ様です。お疲れ様です。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。オムナポリタンを、今日のランチはオムナポリタンでございました。もうこのベーコンのね、あ、そうそうそう、厚さが僕はもう最高、厚切りベーコンで最高ですね。はい、かなりちょっとモリモリで、はい、やってみましたけど、ナポリタンがね好きということで、他に何か食べ物あるんですか、こう何か好きとか。パスタやと、うん、ペペロンチーノ、ボンゴレ、ペスカトーレあたりが好きなんです。あ、なるほどね、なるほどね。あ、なるほどね、美味しいですよね、ペペロンチーノね。そう、ありますよね、あるある、ね、うちも結構人気というか結構出ますね、ナポリタンとペペロンチーノはね、よく出るね、美味しい、出ますよ、うまい。あ、ゆずるさん喋るんじゃなかった。あ、ポンさんはナポリ好きなんですか。え、それかぶしてきた、かぶしてきた今。ナポリ好きです。いや、本日はどうでしたか、はい、いや、楽しかったですよ。楽しかった、僕も楽しかったです。3人目のフラットのつもりでいつも。ああ、だから、どうですか、それは認められるんですか、3人目のフラットとして。ちょっとこの、なんていうんですか、この人のなんこう、どうしたら3人目のフラットになれるかどうか、こう、はい、ここをこうしてくれみたいな。昆虫部にも出たし。あ、ほんまにね、ギターもうまいし、やり方それはまあ、いくと。おいおい、いつでも入れる。覚悟がいるよ。覚悟がいるよ。これをクリアしたら入れてあげるよみたいな、なんかそのほら、なんか欲しいわ。そのなんか確かに。ね、何回 PA したら、僕でも僕の音響人生で一番やってます。あ、多分そうやろね。そりゃそうやろね。ダントツっすね。でもこの1年ですごい稼いですね。そういう意味で。確かに確かに。ほんまやね。確かに確かに。もうフェーダー見んでも。この辺だと分かりますね。なるほど。もう何、じゃあゆずる先生はもう、あの、ポンちゃんとか山形さんの好みというか、音の好みとかもう熟知しているわけですね。もういや結構分かりますね。なんかリハーサルの速さが半端ない。いやもう、ああそうだよそうだよ、ほぼ全部作ってるんで、もうパッて直してパッて出して、うんうんうん、大体できてます。なんかそう、その本当ならば毎回、うん、その例えば声の調子だとか、うんうんうん、あるんですけど、うんうん、最近はもう全然そのないので、そんなの。ああ、そうかそうか。もうこの音が出てるって、あ、もう完璧みたいな感じで終わってます。そう、なんか。いや、でも日々、うん、この状況下ですけど、日々歌声というかね、その歌い方を研究まだしてるので、なんか通る、ちゃんと通る声。ちっちゃい声でもちゃんと通る声みたいなのを日々研究してて、この間オルビスホールっていうところでライブしたんですけど、多分一回映像入ってもらった時に、そこでね、結構ね、リハの段階で、うん、あ、これやっていうのがちょっとあっていた。ここやみたいな、はい、声のこのなんか、まあ体の力の入れ方とか、まあ、ピッチのその例えば音が落ちてくるところやったら、ここでこうやればキープできるんだとか、こう最初に出したままの声質のまま一フレーズちゃんと歌えるようにみたいな、まあブレへんみたいなね、そうですね、とかもなんか分かってくると。なるほどね。ギター演奏、なんか今まではどっちかにこう集中してやってたんですけど、ギターと歌ったこと。そうです。そうです。うんうん、今は歌がある程度安定しているので、うんうん、ギターの練習に特化できるんですよ。おー、だから新曲もなんかちゃんとできたらかっこいいやつにしてます。へえ、そうなんや。そうなんや。ただできる気はしないですよ。もうあと3日ぐらいよ。はい。3日ぐらいやろ。いやー、そうか。今回の新曲発表はどちらで。広島県の福山市です。なるほど、皆さん広島の方ね、皆さん楽しみにしてください。初めての場所なんで。あ、そうなんや。へえ、そっかそっか。どんな感じの、ゆずるがいてくれたら最高なんですけど。呼んでください。ちょっとスケジュール合わないみたいな。ああ、呼ばれてる。あらららら。でもね、なんかこう、ほらこのね、はい、1年ちょいぐらいはあんまりこう新しいとこ行こうにもね、行けへんかったようなとこも多分あるやろし。なんか新鮮な気持ちでね、またできるというか。いや、ほんまにこの1年がだから、あってよかったですよ、僕は。いや、ほんまにでもそうですよね。個人的にはめちゃめちゃ思いますね。うん、技術面がすごい感じます。いや、あのね、これは私、そんなほら、まあ、偉そうに言えるあれではないですけれども、いや、本当になんか、
変わったなと思う、あ変わったなっていう、なんかまっすぐ上から言ってるように聞こえたら嫌やけど、もうなんかすごい思いますよ、めちゃめちゃ。あ、なんか、なんか、なんていうんだろう、演奏とか歌とかももちろんもちろんなんやけど、なんか、オーラみたいな。なんか大きなった感じがする、すごい。体大きなりましたよ。単純に大きなりましたね。なんかね、大きなったな。なんか今まで似合ってた服が似合わんなとか思ってた。あ、マジで。まあね、あのこの間もなんか、なんか写真をすごい昔の写真をね、はいはいはい、あのもらったやつ見たらめっちゃ若ってなりましたもんね。うんうん、なんかね、いやもうね、僕も前の今使ってる携帯の一個前の携帯が多分6年5年6年前の携帯ですよ。その時代のフラットのその月間だったり撮影行った場所のやつ残ってるんですけど、うんうんうん、嫌いっすもん僕あの時の時代。ああ、そうな、そうな、なんかもうすごい嫌い。え、そうな、それはなぜなぜ。いや、なんかもう調子乗って。髪の毛水色とかの時。そうです、金髪とか水色とかの時ですけど、なんかもう嫌いだし、とはあれ。あ、そうな。もうすごい嫌いです。そうな、別にそんな嫌わんでええんちゃうの、なんか別に。まあでも逆に言ったら今の自分がもっといいっていうことやね。なんかだからほんまにこの、うん、この1年でいろいろと変われましたね、うんうんうん、その見てくれが最初はその頃は多分ちょっと大事かなぐらいのはちょっとあったんですけど、なんかビジュアル担当みたいな、ビジュアルもやっぱちょっと関係するのかなとも思いましたけど、うんうん、なんかそれでなんかそれじゃないな、優先順位が変わってきたなみたいな、うん、なるほどね。まあ、男性は特になんかやっぱり年重ねるごとに、まあ、人の生き方もあるやろうけどね、はい、その生き方にもよるやろうけど、かっこよくなっていくやん男の人って。あ、まあ人によるか、ね、もう僕らだって来年相方40ですから。ああね、まあ、僕も実際はその40の年なんで、そう考えると、ね、いつまでもなっていうのもあって、うんうんうん、いいタイミングでいいきっかけでなんかこういう雰囲気に変われたなっていうのは感じます。そうよね、なんかすごい、うん、確かに大人の雰囲気というかね。でなんかこう1年乗り越えた、1年半か乗り越えた、ね、なんかあのなんかなんていうの、自信じゃないけどどっしりした感じっていうかね、なんかそれもすごいあるしね、なんかすごいいいな、これからますます楽しみだなと、はい、ね、いう感じがしておりますけれどもね。コロナが落ち着いて戻ってきてくれた方たちが、うん、なんかいや、全然下手になってるやんとか、うん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 、ってなってするのが一番嫌じゃないですか。そうやね、やっぱり本当に本当に。で何してたんってなるし、本当に。まあ、そこでこう戻ってきて、わよめっちゃ変わって良くなってるって思われてる方がやっぱ、ね、ほんまほんま。僕らにもやる気になるんですよね。うんうん、ほんまやね。はい、そうでなんかやっぱりちょっとずつはね、なんとなくこう戻ってきてくれてる感じはちょっとずつ ね、するもんね。はい、なんかうちもちらほらちらほら、なんか今までそっぽ向いて抜かれてしまったんではないかなと思っていたあの方たちが、あ、意外とそうでもなくて、そうですね、様子見てただけであのこっちを黙って見てたんやなと思って、あ、なんか、あ、そろそろね、なんか声を上げ始めてくれたなとね、ちょっと嬉しいですよね。これからまたね、あのますますのご発展をご多幸ご発展をいや、こちらこそでございます。モダンタイムでますますのご発展に、ね、皆様のご多幸を。いや、本当ともにね、なんかいや、だから何年やってても、はい、お店にしろ音楽にしろもね、なんかちゃんとこうやって前向いてね、はい、進んでいけるっていうのはお互いすごいね、良い関係だなと思います。だからそんな中でもあのね、なんかうちらが聴いてもなんかその全然そうですね、しっくり聴けるやかましいとかならない感じの、ないな、もう何言ってるかわからへんみたいな、すぐなりますけど最近の曲はえ、ぽんちゃんもそうだなってきた、なりますよだんだん、なんかなんなのこの歌みたいな、なあいや僕結構昔からですよ、うん、あ、そうなんや、なんかはい、あの聴く曲はいろいろ聴きますけど、うんうんうん、結局やっぱ歌いたい曲はそこには絶対ないや、ないんで、うんうん、そう考えるとやっぱ最近の曲はもうよく全部一緒に聞こえちゃいます。あ、わかるわかる。
全然だから私情報があかんけどね、私情弱やから音楽のだから、ね、その人知らんみたいなのがよくあるから、ね、そういやでもねゴリゴリ山くあっていうか山愛渓谷、はい、名前を変わったらしいけど、ね、あのすごいこれから頑張りたいらしいので、いやもう僕にできることがあれば、いやぜひすごいやる気のある子でね、あの多分ねあのフラットさんとこう お話というかしていただいても、はい、多分あの会うと思う、うん、俺絶対なんか頑張りたいみたいなのがすごいあって、なんかそのなんていうのね、あの、うん、パワーがある、でも大事ですよね、うん、すごい大事だから、そうそうそう、その気持ちと例えば、うん、これもなんかあれですけどめっちゃ上からに聞こえますけど、もうまあいいんじゃないですかそれはそれは上からで、その気持ちがある人は多分結構いるんですよ。なるほどでもそれに伴ってない演奏歌声曲みたいなのがあるじゃないですか。いやでもなんかパッて聴いた瞬間そういいよね、なんかすごいいいと思います。だってやっぱ単純にやっぱその回数とかも評価なんで、それって再生回数とかコメントも、うん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 、絶対ファンじゃない方たちのコメントもあったりしたんで、ね、それはすごいいいんじゃない、ね、そうだからなんかちょっとずつね、こうなんていうのフラットさんもなんていうのね、こう後輩を育てるじゃないけど、みたいな立ち位置にね、だんだんなっていって、なんかこう一緒にの店としてもね、若い人いっぱいまたどんどん出てくると思うんでね。そう、なんかそこでまた若い子からのもらうものもあるじゃないですか。そうなんですよ。パワーエキスもらうと。そう軟骨とかね、だんだんやのすり減るからね。そうそう、だからなんかそういうあのパワーまたもらって、ね、こっちも刺激になる部分もあるし ね、はい、そうだからまあまたお互いね、ぜひぜひアタックマして一緒にやっていけたらなと思いますので、ね、いいお話をいただいたので、いやぜひぜひ本当にあのよろしくお願いします。なんか私もうまいことなんかね、はい、ああいう子らをあのまあ育てるっていうのもあれですけど、なんか共にというかね、うん、なんかやっていけたらいいなと思って。でもお師匠さんと一緒にライブするんだね。そうそこよ、そこなのよ。そうなんです、だからちょっとほらあるやん、いろいろちょっとこうやでみたいなとこをなんか言っといてあげてほしいなと思って、なんかちょっとあのほらね、お師匠さんもなかなかあのなかなかな、ね、こうはっきり言わはる方やから、僕らも去年来られてましたっけ、うん、去年来られてたかな、あの白田くんと一緒にやってて去年ですよね、そうもうそれっきりなんで、あの時もライブだけやったんで、うん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 、全然お会いできてないね、うん、そうそうそう、1月来れたらいいな、あほんまや、もうまあもしよかったらぜひぜひね、まあそんなこんなで、なんかねこうつながっていけるっていうのがね、すごいいいですよね。こう師匠がいて、ラッツさんがいて、あのゴリゴリ山くんがいるっていうね、このなんか。ゆずるがいて。はい、ね。そんな感じで、はい、ね、また次回モダンタイムスは10月の20日、はい、キューベ発表ですね、はい。よろしくお願いします。はい、皆さんね。その時にじゃあまた次のメニューを。あそうほんまやな。今日また言ってへんな。はい。はい、またその時に。もう終わるでしょ。お。もう。どうします、もう次11月やから秋冬メニューに入ってもいいんじゃないですか、秋冬、パンプキンパイ、あーいいね、パンプキンパイいいね、ピーピーパンプキンパイ、あやっぱりピーピーにこだわるんだパンプキンパイが僕そもそもあんま何か分かってないですけど、えなんでよ、かぼちゃのパイでしょ、パンプキンのパイやん、そのままかぼちゃのパイは何ですか、それはメインのご飯になるんですか、メインのご飯になる感じに作りましょうか、なんかそのミートなんかミンチとか入れてパイって挟むんでしょ、なんか挟むっていうか、あのパなんかこう網のやつの中に入れてみたいな、このああそうサクサクのってことですよね、そうそれは作れるんですか、作れる、すげえ、そうあじゃあパンプキンパイでもう決まっちゃったね、パンプキンパイでいきましょう、はい、okay. でそうちょっとミートとか入れて、はい、それっぽい感じで、あの
ご飯になるような感じでやりたいと思います。皆さん楽しみにということで、今日も本当にありがとうございました。はい、フラットのぷんちゃんでした。はい、ちなみに23、24と京都周遊アコフェス、それそれ、そうよ、ございますので、うん、本当に本当に、今年はあるよね、あの有観客で、有観客、ね、一応配信もありますが、うんうんうん、ぜひぜひ会場で、ね、ほんまやほんまや、楽しみにしております。ね、ぜひ皆さんあの、はい、足をお運びください。はい、よろしくお願いします。ということで、はい、今日もありがとうございました。フラットポーチャーでした。ありがとうございます。あの顔出さずにここだけですっていう。これ、これ、これやと最後の後ろにつけて。